か、いいですか、じゃあちょっと、みたいな、いや、俺にするよ、紙をください。やめてくださいよ、松本課長。いいですか、まあ、知事を目指す行為というところが禁止されています。ちゃんと対応してください。それというのは、執務室というのは、個人情報を扱ったりですとか、あと電話で話をしたりとか、あります。なので、そういったものが、撮影が入ることによって、メディアとかの撮影が入ることによって、それらが、やりますって言うしかないんですか、放送されたりとかする恐れがあるというところで、そういったことがあると、電話を控えたりとか、あとは、まあ、資料を隠したりとかしなければならないと。いったところがあるので、そこに向けての執務室に向けての撮影はおやめくださいと、いうことになっています。分かった、はい、禁止じゃないじゃんそれ。あ、ですから、解釈でしょあんた。そうですよ、はい、うん、こっちは、はい、こっちの解釈の話ですると、うん、こっちが反応してくださいと、情報をちゃんと出してくださいって言ってるものに対して、はいはいはい、反応してないわけ。ですから、それは、無視、何の反応もしてないわけ。はい、それを、なんつうのかな、業務が滞ってると俺は感じるから、ちゃんと仕事してねと思って撮ってる。逆に。ですから、まあ、この前もしましたけれども、うん、執務室の向いてないところでの頭取りの撮影はしましたよね。うん、ですから、だから執務室に向けてのところについては、これは禁止ですということを言っています。なるほど。はい。はい、執務室に向けては情報とかが出ちゃう可能性があるからってことだね。じゃあそれ取らないようにするよ、はい、ですからそういうことをこの間は申し上げました。なるほどね。もうその時それをちゃんと説明してくれればそれは理解できたよ。ですから、この前は、うん、まあ、今日紙を出しましたけれども、そうだね、この前スマホで説明をさせていただきました、ちょっと画面が細かくて、うん、文字もちっちゃかったので、うん、なかなかそこはできなかったと。 OK、あ、じゃあそのメディアの扱い方については理解できた。でも俺の解釈では逸脱しないから取るね。まあそこはあれですね、まあそこはまあ、うん、解釈の違いだからさ、それは、うん、それぞれ想像として、まあでそこの、そうですね、我々に関しましては、そういったところで、分かった。他の、言い分は分かった。言い分が分かった。うん、言い分は分かった。でも、うん、ちょっと思うことあるから、撮るを。うん、あ、ですから、執務室に向けての撮影は、先ほど言いましたけど、やめてください。うん、分かった。で、あとまあ、言葉も、電話とかも入ったりとかするかもしれないので、録音とかもちょっとそこは、うん、分かった。知らないことにしていただきたいと。松本課長連れてきてよ。じゃあさ、今ここで飯山さんがこうやって言わなきゃいけない時